え、結構違いですこれ。おお。はい、溶けました。皆さんこんにちは、台湾人のリンです。今日のテーマは台湾探偵、日本のコンビニで売ってる台湾フードを調査。日本のコンビニでいろんな台湾フードを売っています。見たら、へえ、そういうものがあるか、台湾人の私は分かんないですよねってたまに思いちゃいます。ところで今日はそういう日本のコンビニで売ってる台湾フードは一体台湾フードかどうか、でそういう味が美味しいかどうかを一緒に調査しましょう。今日は6つ商品を用意いたしました。では食べる前に、まずは私の助手さん、あの名前言ったんだっけ食べる前に私の助手のトモソーさん登場してもらいます。イエーイ。どうも、トモソンです。トモソンです。台湾探偵さんの助手を務めております。よろしくお願いします。ではまず選手エントリーナンバーワンは台湾混ぜそばです。昆布酢をついています。見た目はそういう感じです。見た目はちょっと微妙。とりあえずレンジします。チンします。チンします。いらないです。チンしました。ではこのお酢を入れます。台湾はお酢、昆布のお酢は入れないですね。これは日本オリジナルじゃない？そうだね。あとこの人が昆布酢をだいたい45回よく混ぜて食べてねって。45回を混ぜて食べてください。じゃあ混ぜましょう。45回。いや、意味あんまりわかんないけど。食べましょう。ではいただきます。リアクション薄。台湾の味じゃないです。いただきます。うん、でもうまいと思う。台湾の味かどうかわかんないけど、うまいです。なんでもうまい、この人。麺はうどんっぽいです、うん、ちょっと固めのうどん。次、台湾麺線です。おお。では匂いはどんな感じ？ちょっとパクチーの味。あ、うわ。この人はパクチーが苦手です。何でも美味しい美味しいの人が唯一パクチーが苦手です。パクチーだけはもうダメです。台湾の人でさ、パクチー苦手って人いないの？私はパクチー大好きの方。でもパクチーが大嫌いの人もいます。パクチーはなんか小学校の時庭に入ってた草の味がするんだよ。パクチーに謝ってください。すいません、パクチーさん。おお。え、結構違いですこれ。違い。台湾のものにスープは保存して作ったスープですから、ね、日本人の味も違いと思います。あ、ちょっといいですか。 OK、 じゃあ日本人の、あの、名前なんだっけ。トモソン。あ、トモソン。すいません、ずっと覚えられなくて。覚えてくださいよ。うん、美味しい。はい、この人美味しいしかコメントが出ないです、うん。だし美味しいです。もしみんなが台湾の味が食べてみたかったらおすすめです、はい。次、台湾混ぜご飯です。中はこういう感じです。とろとろ、うん、うわ、しょっぱ。どう、台湾っぽさないです。台湾に存在しないんだっけこれ。ないです、台湾は混ぜ飯はないです。あ、そうなの。いただきます。うん、あ、うまい。なんだろうね、何が台湾っぽさを。カツオじゃない？カツオで日本人は台湾風を目指してるのかもしれない。溶けましたね。溶けた。では次、鶏台湾ラーメンです。まずは台湾ラーメン、そういうものも存在してないんです。名古屋は台湾ラーメンというものが有名なんじゃないですか。それも結構昔から都市伝説ですね。日本で生まれたものなの？そうですよね。それは私以前日本の授業で日本人の先生教えてくれましたよ。実は名古屋出身の日本人が台湾に行って、なんか台湾の麺を食べて、そして名古屋に帰ったら日本人の味に合わせてアレンジしました。で、一応台湾から生まれたものですので台湾ラーメンの名をつけました。でも実は台湾ラーメンは存在してないです、台湾は。なるほど。そうですね、勉強になりましたよね、みなさん。真実はいつも一つ。中はこういう感じです。やっぱりニラがありますよね。わかりました。日本人のイメージは台湾はニラ、ニンニク、ネギ、辛い。赤い。赤い。はい、溶けました。
寿司三昧みたいな。うーわ、ニラの匂い。やっぱニラだね。台湾人舐められてるんですよ、これ。ニラ入れって。いやニラ入れといえば台湾風味じゃん。いやいや君、あの子、これを作った人に謝ってください。作った人すみません。私別に台湾の人を舐めてるって言ってないですよ。ないですか？日本大好き。カットカットカット。日本大好き台湾人です。はい、こびうるな。特製油。おお。あ、すげえ。めっちゃ赤い。特製油が真っ赤。真っ赤。おお。うん？え？いただきます。うまい。うん。でしょ？なんでもうまい。台湾度は0%、何パー？ニラが生えてるから1かな。春雨スープ の台湾ラーメン味です。で、いろいろ混ぜていますよね。春雨なんですけど台湾ラーメン味。でもそもそも台湾ラーメン味は何ですか？うわ、液体スープも赤。ちょっと評価しにくいね。台湾っぽい。ぽくない。いただきます。うまい。なんか台湾っぽさ感じる。俺からしたら、日本人の俺からしたら。え、僕あの2月に一緒に台湾に出かけたんですけども、その時に食べた何かに似てる気がした。今台湾人に謝ってください。はい、やっと最後の一つ、台湾ドーナツです。ローソンが台湾大好きですね。6つの商品の中でもう4つ、4つがローソン、3分の2ローソン。これは多分台湾存在してるものだと思います、うん、台湾のある有名なドーナツのお店はあります、うん、あの鮮奶甜甜圈というお店です。日本語と直訳すればミルクドーナツです。私は勝手にこれ見た目で判断して、うん、多分あれをアレンジした。あ、台湾で流行ってるそのミルクドーナツを日本風にアレンジしたものだと思われる。台湾探偵の推理。推理。知れない甜甜圈の店、謝ってください。もしあれをイメージしてアレンジしたら。あの普通にドーナツとしても、うん、あまり美味しくないと思います。いや、うまいです。いや、俺普通に好きです。あ、でも、うん、台湾風かって言われたら分からん。あの普通にミスタードーナツに売ってる、うん、まだ台湾でその流行ってるミルクドーナツ、なんとか千千千のミルクドーナツをオマージュしたんでしょう、おそらく。まあ普通になんとか千千千のミルクドーナツ食べた方がいいです。今回の調査結果、個人的一番台湾に違うと思う、うん、商品は、うん、ロロロロじゃん、あの台湾麺線、麺線です、うん、もし台湾探偵に調査してほしいっていう、あの台湾風フードを日本でお見かけした方はぜひ下でコメント欄で教えてください。あの手紙ラジオで、うん、すいません台湾風探偵、私これは見ましたけど。ペンネームパクチーさん。では今回の調査以上です。はい、以上です。バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。台湾風探偵の冒険は続く。